1週間のニュースや出来事を振り返る週刊フラッシュです。サンタクロースの衣装に身を包んだ人たち、向かったのは海の中。するとそこにはクリスマスツリーが。佐渡市で毎年行われている水中クリスマスです。ダイバーを歓迎するかのように姿を見せたのはコブダイ。小魚の群れもツリーの周りを泳いでいました。楽しいですね。やっぱりこの時期はちっちゃいやつが、ウミウシとかちっちゃいのが出てくるので、そこがまた楽しいですし、コブダイとかイナガとか大物もいますので、ぜひ皆さんも潜ってください。メリークリスマス、イエーイ。こちらは正月に向けた話題。新潟市の五穀神社で初詣に向け邪気を払い願いを射止めるとされる御神矢作りが行われています。来年の絵とウサギが描かれた絵馬を巫女が矢に取り付けていました。ロシア軍によるウクライナ侵攻。ウクライナから新潟の大学に留学しているビクトリアさんが警察官を対象にした講演会で母国への思いを語りました。先週私の同僚、また大学の後輩が戦争で旦那が、ご主人が亡くなりました。人生が一番大事です。建物は建て直せます。物はまた新しく買えるけど、人生は戻らないです。両親と共にウクライナの首都キーウで暮らしていたビクトリアさん。しかしロシア軍の侵攻で生活は一変。着のみ着のままウクライナ中部へ避難した経験があります。ウクライナ人は自分の土を守るために戦ってる。自分が負けるとしたらウクライナ、特にウクライナの時はその世界から消えてしまう可能性がものすごく高いです。母国で安心して暮らせる日が来るように、ビクトリアさんは平和への祈りを訴え続けます。